林佐官と孫立人、1947年。林佐官は、ビルマ生まれのオスのアジアゾウである。日中戦争の最中、林佐官は、旧日本軍のために刺激し、中国遠征軍のために働き、後に、中国国民党の軍隊の一員として、中国へ、そして台湾へと渡った。は、人生の大半を、台北市立動物園で過ごし、 台湾で最も知名度と人気の高い動物となった。老若男女から林左官ジージーというあだ名で親しまれた。1937年より始まった日中戦争は日本軍による真珠湾攻撃を境に第二次世界大戦の主戦場の一つとなった。いわゆる炎症ルートをめぐり、イギリスの植民地であるビルマを攻撃するために日本軍が進軍を始めると、 蒋介石はビルまでの軍事作戦のために中国遠征軍を組織し、孫立人をその指揮官に任命した。1943年には日本軍基地で戦闘が行われ、遠征軍はこの基地から13頭の像を押収した。この13頭は物資の輸送のために日本軍によって使役させられていたもので、後の林さかが含まれている。その後連合軍も この13頭を同じような目的で使用している。当時、林佐官は、阿弥という名で呼ばれていた。1945年になると、中国遠征軍には中国への撤退命令が下された。遠征軍は13頭を伴い、険しい山岳地帯を貫き、ビルマと雲南省を結ぶビルマ航路を航軍するが、途中で6頭が命を落とした。一行が、 関東省へ到着する頃には終戦を迎えていたが、象の軍隊での役目は終わらなかった。象たちは戦没者慰霊のためのモニュメントを建てるといったオペレーションで役割を果たし、1946年には湖南省を襲った基金の被災者のための義援金を集めるためのサーカスでパフォーマンスを行った。その後7頭のうちの4頭は、北京市、上海市、南京市、 調査市の動物園に送られた。残り、林左官を含む3頭は、甲州市の公園に移動させられた。1947年、孫立人は、部隊の訓練のために、台湾へと送られた。孫立人は、その際に、甲州市の公園に送られた3頭を伴って、台湾海峡を渡った。この時点では、まだ阿部という名であるが、 この3頭には林左官が含まれている。1頭はこの旅の中で病死したが、残った2頭は高尾市大鳥山区の基地周辺で木材の輸送や、その他の雑務をこなした。1951年にもう1頭の像が死亡する。林左官はビルマから遠征軍と行動を共にしてきた13頭の像の最後の1頭となった。1五十二年、軍は林左官を、 丸山の台北動物園に寄贈することに決めた。林左官はここで人生の伴侶バランと出会うことになる。林左官はこの時はまだアビという名で呼ばれていたが、動物園は名前が女性的だという理由でアビを森林の王略して林王と改名した。ところが記者が聞き間違えたため、林左官という字で世間に公表されてしまった。以降、 林佐官が定着した。林佐官は台湾で最も有名で最も人気のある像となった。1983年には動物園は林佐官のために66歳の誕生日パーティーを開催した。以降毎年10月の最後の日曜日に林佐官の誕生日パーティーが開かれるようになり、数千人の来園者が参加するようになった。 台北市長が参加することも珍しくなかった。1986年、動物園は丸山から木作へと移設されることとなり、動物たちの引っ越し、特に林佐官の姿を見ようと多くの台北市民が道路に押しかけた。2003年の初め、林佐官は後ろ左足の関節炎に悩まされるようになった。食欲が減衰し始め、 様々な合併症に苦しむようになると急速に体調を悪化させ、2月26日、林左官は死亡した。林左官の追悼式典は数週間にわたり開催され、数万人の訪問者を記録した。死後、林左官には当時の台北市長、馬英九より名誉台湾市民の称号が授与された。相当、陳水編は永遠の友。 林左官へと綴られたカードとリースを送っている。林左官の剥製、台北動物園アジアゾウの平均寿命は70歳と言われるが林左官は86歳まで生きた。これは飼育下でのアジアゾウの最長時記録となっている。84歳まで生き1997年に死亡しているインドのラクシミクティがこの記録に続く。林左官の人生は 日中戦争から国境内戦、後に台湾の奇跡と呼ばれる経済発展といった台湾の歴史を映し出しており、ナショナルアイデンティティの一部として3世代にわたり台湾の人々の記憶に残っている。2004年には林左官の等身大の剥製が作られ台北動物園に飾られている。ABCDE タイムインク The 15 Most Influential Animals That Ever Lived, リンワン。Wan. Time Inc., 2016年10月21日閲覧。ABCD The China Post, Oldest Asian Elephant Dies at Age 86, アット2。The China Post, 2016年10月21日閲覧。ABCDEFGHIJK Digital, Dying The World S, Oldest Animals. フロム、From, 花コザ・ジャパニーズ・フィッシュ・ツーリン・ワン・ザ・ウォー・エレファント。フーナール・ホワイズ・ LLC。2016年10月21日。閲覧。ありがとうございます。